絶対味覚王決定戦ダーッ。来たぞ、この季節がやってきましたね、うん、来た来た、絶対味覚王を決めましょう、うん、絶対味覚王、世の中のね、うん、商品、いろんな味ありますよ、うん、あるあるある、寿司お味と、あとまあ明太味、あーよくある、よくあるね、なんかそういういろんな味あるんですけど、うん、中にはえ、こんななんかニッチな味出る、はい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 、あるじゃないですか、ポテトチップスとか特にいっぱいね、うん、もうそうそう、なんか地方のあれとかいろいろあるね、都道府県分の特殊なやつあるよね、そういうのって、うん、あのまあ、パッケージ書いてあるからなんとなくその味するなって分かるけど、うんうんうん、それだけいきなり食っても、うん、絶対その味だってもう分かんないんですよ、あ、そうかな、なかなか分からない、うん、ただ我々は分かる、うん、なぜなら絶対味覚を、うん、絶対味覚をだった、私は彼はあ前回優勝、ディフェンディングチャンピオン、じゃあもう絶対格好だ、それは隣に座ってるだけで光栄そんな権威が今降りてきてるからやもん、私前回ボロボロだったんですけど、うん、ビワビワ、いやそんなわけねえだビワビワビワ、ビワってカメラ目線で言ったやつが正解だったことって一度もないらしい、じゃあこれが最初でって UC 以来最初で最後だ、嗅覚がな弱いからネギ入ってないですねかわいい本当に味しますこれ、味しますね、もうそんなぶっ壊れない、でもこの1年で鍛えたんですよ、味覚も鋭くなってて、うん、さっきもなんかアイス買って食べながら出社してきたんですけど、うん、なんかチョコボールみたいな味するなと思って、うん、箱見たら、うん、チョコボール味って書いてあったんですよ、え？買う前に見たんですよ、チョコボールのチョコボールのアイスだ、買おうじゃない、いや、よく見ないで買ったそんなことない味知らないで買うってなかなかない、例が特殊すぎて凄さが分かんない、凄さが分かんない、でも結果的には知らないで買ったものの味が分かったってこと、絶対キョロちゃんいるだろ早速やっていきましょう、おもころチャンネル、それでは、はい、第1品目、うん、持ってきてもらいましょう、あ、ポテチ、まあよくあるね、見た目だと分かんない、今日のヒントのこう粒みたいなあるよ、すでに、あ、王から入っちゃう、王から、あ、両方かぶ両面かぶ、王の所作がうまい、はい、貫禄あるな、王はやっぱり、私も分かった、分かったらね、はい、まあ、自分の中でも決めといてください、いただきます、分かんねえ何これ、でも多分形が今つかめてる、完全に分かった、じゃあなるほど、こっからいきますか、私の答えは、うん、ビーフステーキ味、確かに、なるほどね、分かる、それだ、私の答えは今味忘れちゃってない大丈夫痛みの方に、痛覚の方に今私の答えは明石焼き、え？明石焼き、明石焼き、明石焼きって知ってる？鰹節の味がした、味？鰹節？びっくりした鰹節の味した、え？しませんでした、いや、いや、もしかしたら俺の方がおかしいのかも、まあ、まだわかんないし、はい、言いますよ、はい、手羽先味、あ、手羽先？するぐらい、俺は一番似てるのは、うん、コンソメパンチだと思ったんですよ、うん、ちょっと和系の香りもしたから、うん、唐揚げなんじゃないかな、唐揚げだか、確かに手羽先はあるなぁと思った、ちょっとパクらないで言ってくださいよ、手羽先はあるな、パクらないこと前提でこの方式やってる OK、 じゃあ、はい、答えをお願いします、お願いします、はい、お、横浜、家系ラーメン、家系ラーメン、それは全然違うって違うわ、うまいけどこれ食って家系ラーメンだと思わないと思うな、見て食っても違うわいや、うまいけどね、うまいんだけど、言ってるだけですよこれ、 うまいけど、まあ、我々の敗北というか正解者ゼロ、うわー、むずいか、むずいな、これ、これむずいな、こいつ家系食ったことあんの本当に、このポテトあ、チョコ、あららら、お、タケノコ、タケノコじゃん、あ、でもなんかこれもじゃあいただきましょう、皆さん、これも色で結構出てない、見た目がさ、あ、もう匂いで下が白い、色で出てんじゃない、チョコの面積が少ないのかと思った、あ、もう匂いが、うん、匂いで結構ある、え、これ前も出なかった、ちょうど1年前も
え、トラブル。え、ちょうど1年。え、いや違う、そうでしょ、ハーモニカこれ。全然違う、ハーモニカ音。俺もあれしかないじゃん。え、もう完全にあれだよ。え、そんなすぐ言えます、すぐもうこれ、俺しかないよ。でもね、前もね、一緒だったんだよ、要は絶対こうでしょ。前もこれ系があって、うん、絶対これでしょってなったけど、うんうん、いっぱいあるんですよ、その味。そうなの。よし、じゃあ、うん、全員で、今ちょっと分かる、うん、はい、せーの、カフェラテ。え、何つった、え、カフェラテ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 。なるほど、なるほど。あ、カフェ、確かに。なるほどね。ポリティラミス。そう、エクレア。あー、エクレアか、うん、お城。おえ、え、おえ、え、おえ、おえ、え、おえ、え、おえ、ちっちゃいゲロ入っちゃった。え、お城、お城、すいません、なんかね、本気でお城って言ってるわけじゃないでも食べた時に頭に浮かんだのがなんかちっちゃいお城、ちっちゃいお城味。何言ってんの。全然わかんない。何言ってんの。タケノコの里のちっちゃいお城味、うん、持ってきてもらいましょう。はい、お願いします。熱いな、これ。これカフェラテじゃない、日本のお城。何何何、え、は、えー、はえー、違う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 、洋風だったじゃん。いや、ほんと、うん、え、少なくともケーキだろうとは思ったけどね。甘いね。前回がティラミス味だった。黒蜜。あ、そうだった、うん、よくみんな笑ってくれましたね。いやいや、遠いよ。一番遠い、一番遠いよ。え、黒蜜なの。何よ、むず。ちょっと待って、正解しないと。 あとこいつらお茶すすってる場合か、お前ら。それはもうしょうがないんだろ。それはないからすすってる。許してやってくれ。ほんともうめちゃめちゃ頑張んなきゃ。ありがとうございます。本当は海外の人に食わせたかった味だった。なるほどね、日本と。あ、それを睨んだ。今年そういうの多いかも。お土産系ね。お土産、確かに日本のお菓子ってめちゃめちゃ美味しいってね、うん、言われるから。今年は和で攻めてるんだ。ちょっと今、なるほど、あ、ヒントくれたな。この切り口は使える。ちょっとそういう面から見る味もあるんだね。え、なにこれ。あ、ゼリー。ゼリー、ゼリーなんて味か分かってるでしょ。こんにゃくバター。何これ、匂いすごっ。お、まあ、なにこれ。え、なにこれ。え、なにこれ。あ、でも、なんだ、嗅いだことある匂い。あ、あ、あ、免税店の匂いする。免税店。え、免税店。免税店、空港の免税、観光客を見込んで免税店の味。いや、分かったかも、まだ食ってないけど。あれだ、うん、分かった。こんなん出す、これ確実だわ。オッケー、せーの、塩追加。だいぶ割れたね。なんか、え、ちょっと、俺塩スイカです。僕もスイカ。スイカか。ミニパイナップル。ミニパイナップル。マスクメロン。あー、あー、そう、でもね、ウリっぽいよね。そうそうそう、スイカにしては色がちょっと ね、 そうね、それは確かに。赤にするんじゃないかなっていう。それは確かにそう。なるほど、これがメロン。確かにメロン味でめちゃくちゃメロンじゃないですか、今まで。あ、これはちょっとマジのメロンに寄せてる系の。でもさ、塩分ない。塩ちょっとね、しょっぱさもあった。塩気がちょっとある。それさっき食ったやつ。あとはね、ちょっと待って、ミニパイナップル。ミニパイナップル。ミニパイナップル。そういうものがあるかは分かんない。まあ、ちっちゃいパイナップルあるけどね。ちっちゃいパイナップルみたいな味が。じゃあ持ってきてもらいましょう。私だけ違う世界にいる。お願いします。お願いします。ほら、え、よっしゃー。すごい。塩水か。うまい。俺塩までいってるからね。すごい。塩まで。塩スイカってこういう色なんですか。塩スイカ色は知らないけど。ちょっとこれカンニング疑惑あるな。いや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 、俺谷口農場まで分かったから。いや、それじゃあ言わなかったけど。言わなかったけど。カンニングしてる。谷口農場まで分かった。食ったことありますこれ。いや、ないけど。塩スイカは食った。すごい。それはすごい。まずやっぱ売りっぽい。まあまあまあ、まあ。売りっぽいのと、やっぱ塩気をかなり強く感じるんで、これは塩っていうのを推してるだろうと。だから塩スイカですよ。これはすごい、すごい。これ味覚は危うい。これスイカだけど、0.5 ポイントぐらいもらえる。1ポイント。あ、まあ確かにね。まあ 0.5 かな。かな。インゼンパイナップル。ありがとうございます。それでは全然ないし。果物っていうところはあってたから。ね。まあ近づいてるじゃん。みんな次第に頑張ります。お？お、おかき。あ、おかき。うまそう。おかきは分かる。なんかすごい匂いしない？こっから。どれ？うわーすごっ。何これ？え？すごい。え、セイロガンじゃない？わかる。セイロガン。わかる。セイロガンじゃないこれ。すごい匂い。セイロガンじゃん。今セイロガンの匂い嗅いでするね。
うわすごい。すげえこれ。セイロハンだったらどうするこれ。いける？もういい。OK。はい。はい。これしかない。せーの、スモークタン。ここちょっと似てるかも。なんか。僕はスモークタン。はい、僕スモークチキン。うん、いやでもそういう感じ。私カジ。は？カジ？カジ？いや昔うちの近所が焼けちゃったことがあって、その時の匂いに。事故と言っちゃダメだ。事故の味にして。これが残ったってこと。これカジ味として売ってるわけない。なんかでも焦げ臭いなって。まあ確かに加藤さん。サンマの塩焼き。あサンマ。サンマ。まあでもなんか酸っぱさがレモンとかカボスとかなのかなという。ああでも確か妙に酸っぱいとこあったんだよな。焦げの味がめちゃめちゃ強い。確かに。確かに炭火焼きの方あるか。あるね。炭火焼きの方あるね。スモークか炭火焼きかどっちかな。私は加藤さんにかけます。いや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 、火事でしょ。火事だ。火事に今ベットしてるから。すごい悪悪党じゃん。火事そんな味だった。お願いします。はい。いぶりがっこ。あー、それか。酸味ね。あったな。いぶりがっこ。いぶりと酸味ね。なるほど。うわー、これは分かったな。見ると完全に。なるほど。匂いがさっきまでセイロガンだったのにいぶりがっこの匂いになってる。そうか。いや、分かるけど、いぶりがっこのおかきって言われて買いたくなるかな。確かに、いぶりがっこ食うしね。すごいな。いや、スモークまではなんか分かったんだけど。いやー、そう。えこれ、これえアルボはこれチャオチュー。あ、硬い。ヨウカンじゃないですか、これ。え、なにこれ。え、これ、まず何、このまま食べるもの。いただきます。固まってる。地質のサンプ、ゼリーなんか、ヨウカン的なやつか。まあ、ヨウカン。だけど、なんか芋ヨウカン的なあれですね。なんか、あれだな。声があるな、この味。完全にあれだな。いきますよ。はい。せーの、ゆずみつ。僕はゆずみつ。僕ゆず。ゆず。ビワ。また？え？二度目？またビワ。確か前回もビワが正解なことないこの世で。いやだからそれかなと思った。前私が大外ししたビワがあったから買ってきてくれた。売ってないのよ。ビワ味ってビワ以外ないのよこの世に。いやでも完全にゆず。ゆずは絶対だなと。僕は花。花？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 何の？あのお花のさ、キャンディーとか、あれに近いんじゃないかな。そんなぼんやりした設定するかな。お花。さあ、正解あるんでしょうか。ゆずは間違いない。お願いします。ゆず。あー、ゆずだ。ゆずみつは？ゆずみつは 0.5 かな。余計なことしたね。ゆずだけでよかったか。いや、ゆずは塩スイカに味しめて一言つけりゃいいと思う。ゆずゆずこれはそう。ゆずでも薄くない？これ結構。いやいや、濃い濃い濃い。本当に。いや、ゆずの味がする。ゆずだけでよかったんか。いや、なんかゆずだけはシンプルすぎるなと思ったんだけど。ビワは味しない。これ見てるメーカーさんいたらぜひビワ味の商品を作ってください。こいつに食わせてやるね。ここで一回食われるビワを。あれあれ、こんなのもう緑じゃん。こんなのあれじゃないんですか。簡単なんじゃないですか。こんな枝豆とかじゃないの。は、待って、何の味もしない。癖物だなこいつ。何の味味がない。え、癖物だわ。何の味もしない。じゃがりここれ。体調悪い日に食べるじゃがりこ。ぼんやりと遠くに今入る。でもこれ自信あるかも。マジ。これはむずいね。怖い。ちょっと待って、ちょっと待って。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ちょっと。違う。違う。わかった。あ、え、なんですの。おい。お兄さん。え、お兄さん。ちょっと待って。お兄さん。お兄さん。せーの。アボカド。力いきますか。アスパラ。あー、スパラ、スパラね。わかんないもん。形ね。豆苗。豆苗。アボカド。あー、アボカド。まあアボカドも味ないからね、基本ね。それだわ。薄いからね。いや、俺カブかなと思ったけど。カブ？カブかな。色が全然。葉っぱの方の色。葉っぱの方のちょっとした青臭さがあるなと思って。
白ないとせいや、でも俺聞いて今、あ、そうだと思った。アボカド。いや、わかんない。アボカドも薄いからね、味ね。アボカドチーズ。おー、よし。いや、これはでも半分じゃない。半分でしょ。なるほどね。いや、チーズもね、分かったのよ。ここチーズついてるやつよね、これ、ね、なるほど。これはむずいね、うん、これは本当にね。でも全然アボカド食ってる気にはなんない。確かに枝豆とかなんかこう緑をいっぱい想像したんだけど、うん、一番やっぱ引きのある緑はアボカドだなと思って、はい、ね、売れるという、ね、売れるっていう。これはむずい。これは気持ちいい。よし、これ次が最終問題、うん、お、最後たい、最後お願いします。なんだ、お、お、ラーメン丸じゃん。何なの、ラーメン丸。ベビースターだね、これね。何ラーメン、なんかすげえ入ってない、これ。ベビースター、なんか細かく入ってんね、これ入ってるな。あ、まぶしてあります、ね、あ、すごい濃い匂いする。ん、なんだっけ、これ。なんもわかんない、これ。うまいな。うまいわ、うまい。どうして、これ好きかもしれない。わかった。マジで？あれかな、永田さんが言いたいのもあれですか。わかったか。せーの、ホイコーロー。え、ん、なんて言った、ホイコーロー。ホイコーロー、なんか炒め物っぽい味だなと思った。ひつまぶし。ひつまぶし、こんな味だっけ。私、つけ麺。あー、なくはないのかな。いや、ちょっとラーメンに流れすぎじゃない。ラーメンの派生で。ラーメン以外ってあんの、つけ麺あるでしょ。あるんだ、へぇ、わかんないけど。僕、天一。あー、コラボ、コラボ、うん、天下一品の味。なんか俺炒め物のような気がするんだけど、こっちはもうラーメン関係ないですね。さあ、お願いします。お願いします。来い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 。すき焼き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 か。神戸牛。いや、すき焼き感はちょっとない。いやー、惜しかったな、惜しかったな。もっと甘み欲しいね。甘い、醤油っぽいね。下の甘さ欲しい、ね、うん、でも美味しいから。いや、美味しいです。うまいはうまい。美味しいけど、すき焼き味かな、うん、なんかビーフっぽい匂いも。味玉入り。あ、なるほどね。これもやっぱり海外の旅行者向けの味だ。あ、そうだったのかな。言ってたじゃん最初に。はい、というわけで、うん、はい、終わりました。ところ優勝は、うん、こいこいこい、永田。あー、高い、あー、高い。それ久々に見た気がするな、でも。高いよ。これ映ってないけど、走ってます。そうね、走る意味はないですよ。桑原和真走ってないの。ありがとうございます。いやー、ちくしょう、2連覇か、防衛したわ。防衛連覇。難しいね、これ意外と。これむずいんですよ。意外とこのマーケティング感覚も問われるし、うん、なんか仲間内でやってみても割と面白い。いや、これはね、めちゃめちゃ盛り上がると思うんで、うん、皆さんもね、うん、ぜひやってみてください、うん、はい、そして、おもころチャンネルの、うん、チャンネル登録をお願いします。お願いします。2代目、アジオからのお願いです。あれ、アジオが、アジオやめてください、おやめください、アジオ、アジオ、アジオ飛んで、飛んでく。平らに。ガルウィングみたいになっちゃった。アジオが平らになる。お願いします。すいません、ここまで行ってるんで、アジオが。味の国は豊かだね。ありがとうございました。バイバイ。おい、お前、プールの監視員みたいな鳩いるじゃねえかよ、お前。ダメだよ、お前。鳩ってのは、お前、地面をせかせか歩くもんだろ、お前。それ、まるでお前、泣きか、でお前、これダメだよ、お前。枝にお前、うんちあんじゃねえかよ、お前。カチカチじゃねえかよ、お前。ナマス、ダジ、でお前、こんな4つもか、で、あ、でー、でー、でー、